はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！FNCS グランドファイナルデイ2ということで、300万円を誰が取るのか決まってしまいます。今日も6試合みっちり見ていきたいと思います。それじゃあ皆さん頑張っていきましょう。さあ、これマフィンたちいい移動ですね。これ先頭取ってきましたよ。これ完璧すぎる、マジで。さあその間、さあリムルは事故っていない。122、いやでもこの位置なら、さあシュンシャンたちでサーチ対策をしていきたいが、さあマウフィンが何発かっている。さあ残りはストライクの弾29発。さあマフィンダメージを入れることができるか。残り56ダメージ。さあ入れないと落ちてくるぞサージが。うわあ痛い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 。ダメージ与えないと。30ね。さあ目の前いるぞ。ナイス。倒せ倒せ。いける。いけるか。倒したら惜しい。マジ惜しい。ナイス。さあこれで、さあデカボム落ちてる。デカ。さあこれはサージもマックスを持って。さあ二人で掛け合っていきます。さあロードが入ります。さあ横に、もうマフィンが死んでた。さあマフィンが落ちてる。さあリムル一人でどこまでいけるか。残り次第27枚。さあアリスにレーザービーム。さあアリスもラグすぎて、さあだいぶダメージが入ったが、行くのか。さあここはさすがにスパイダーマンムーブをかましていく。さあこれルリ1試合目からあるぞビクロイ、頑張れ。いやこのハイグラー強い。でも資材がなくなってる。さあゼロ。いやでもまあ大丈夫。ザゴーが何個持ってるかやな。ザゴーが6枚。いやギリ繋げた。そうね、いいぞ。ハイグラ強い、ハイグラ強い。さあアセルトライフの弾ももうなくなってしまう。さあザゴーは弾がサマシンガン184発。さあお互い弾は少ない。さあでも資材をちょっとだけ取って、さあ上から撃てるぞ。いやールラが一人で生き残っている。さあ残り資材は11枚。さあ11ポイント稼いでるぞ。いける。さあ現在総合1位のルナ一人でキャリーしてるこいつ。さあ弾は500発あるが、さあここはローグラに行って、さあ目の前の敵を通していく。さあ後ろにもいるの気づいている。さあ一人落として、11ポイントとキルする。そして資材もちょっと増える。さあ上からの圧がしんどい。これは下に行くしかない。うわーだけど3位まで持っていった。いやー、そしてハイグラ変わってるね。ハイグラがジャイモンになっている。さあ残り2パーティー 2v2 名前入ったよ。よりによって一番違うところ読んだね。さあティンカーベル上からのショットガンの圧がひどく。さあノック打てるか。さあまずはワンダウン先に取れちまった。さあスパイダーマンが一応あるが、さあ 1v2 資材はなし。さあキャラコンがうまい。107。さあ一人倒せればワンチャンあるが、ワンチャンある。ルナ頑張ったな。3位まで持ってったな。うん。さあ対空をしてまだまだサージを稼ごうとしている。あ、やばいサージ95位か。うわー、さあもう無理やり突っ込んでいかないとダメだぞ。どっか行きたい。さあ真下に敵がいるか。さあこれはワイルドドッグたち気づけるか。さあ目の前にライムチャンネル、どうにか詰めてダメージを取っていきたい。さあ逃げられる。いやサージがいいよいいよ、入り込めれば。うわー止められちゃった。いやサージ怖い。早く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 急げ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 。さあ残り6秒。うわ早く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 。いやーナイスナイスだけど、いやサージがまだ食べる前。うわうまい、やばすぎ、強すぎ。最後はふざけんなよ。あでもプラムさんが強すぎて切れそうだ。さあマフィンたちキル取ってるね。さあこれアイテム取れればリフレッシュできるな。資材多い。うわ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 、いいリフレッシュ、いいリフレッシュ入った、いいリフレッシュ入った、いいリフレッシュ入ったよこれ。あなってしまったが、一度また上に戻ったけど、いや、うますぎ、うますぎ、移動リムルの移動がうますぎる。さあ、ここでキルを伸ばそうとする2人、残り次第48と26枚。さあ、しかし柔らかいバックしか1人落として、
さあ落ちてきたが、マーフィンが落とされた。さあマーフィンがやられちゃった。マイザクラに。さあまさかのマイザクラ選手頑張っています。さあマイザクラがまさかの生き残っている。さあマイザクラがアンチード。さあまさかマイザクラがビクロイする世界線があるのか。さあ一段上に登っていく。横からこんにちは。さあお互い FNCS グランドファイナル初出場の2人。マイザクラの資材がなくなる。マイザクラ逃げ場が気合で開けて。さあ目の前は山上。資材取ってきた。さあ目の前にいるが倒せるか。さあ倒していく。さあシャボキを倒して資材を取っていきたい。あっ、なんだなんだ、どれが敵だ。まだ敵いる。さあもう一人倒して、メイナを倒して資材をゲット。そしてナギピップはまだ着スポを温存している。ワンチャンあるぞ。お前勝てよ。あー人が来る。背後から来てるが、前桜がカウンターを狙っている。さあアーマードールをしっかり使っていく。このアーマードールめっちゃいい。いや大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。さあ残り6パーティー頑張れ。さあペポも、ペポがやられました。さあワンボックス。さああるある、マジで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 あるぞお前ビクロイ。さあシュートも無双してる。え、これハイグラ、ハイグラ、うわさあマイザクラはもう資材がないので降りていきます。うわあ、チョコラボを倒してログラしまけるぞこれ。痛い。資材ある、資材ある、資材ある、下行け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 。うわあシュートだ。うわあ1パーティー落として 1V2 ナギピピが。さあ 1V2 を倒せればマイザクラがビクロイです。一段違いに行くナギピピ。あ取った。あー落とされてしまうが資材がない。ログラ、おわあ何事、何だ。そこにボートあんのおもろすぎるね。ナイス2。いやナイス2でしょ。いや超ナイス2だ。なんであんなおもろいね。うわペポたちが、ええマイザクラ2日目2位です。まさかの皆さん。さあマーフィンたち、マジ勝ってくれマーフィンたち。もうお前らしかいない、止めるのは。さあハイグラ、ワイルドホークたちが取っている。やり合ってる、ワンチャンいけるぞ。上でやり合ってるぞ。さあ気づければ気づければですが、さあ壁1枚を隔って潰し合う。さあ目の前やり合うか、1位と2位。いやーギリギリ。いやでも上からの射線がきつい ないやまだ生き残ってんのかよペポ君たち。結構頑張るな。バフだ、うん。さあルナたちもしんどそうにしてるぞ。ワイルドホークたちが、うこれ、え、私健在ないんじゃないか。行こうとしてないこれ。いやー行ける行けると思うよ全然。そう、お、ハイグラ行った。トリエはうまい。50ダメージ。さあハイグラをキープするのは、さあ目の前ワイルドホークが気づいていない。さあワイルドホーク大ダメージ。うわわわわ、惜しい。死んだ。もうちょっとでキル取ったが。さあこれはそうアクチュアリーのキルになった。さあロードも上にいるが、さあリムルが下で暴れている。勝つんじゃねえ、このハイグラ強い。ハイグラ取ったよ。しかも健在もだいぶある。うわでもうわ下から、うまいうまいうまい。さあここはチューベイも倒して回復できる。アクチュアリーがさあ戻っていく。さあ一度これは降りていきます。さあ資材がない。健在がゼロが6キロ。目の前の健在を、はっ。さあこれはラグイか、当たらなかったか。ダメージ与えて、うわ落とされちまった。うわまあだけどナイス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 。取り返し、マフィも、マフィも降りてきてくれている。すげえ。さあめっちゃ上、うわシューシャンたちがここで圧をかけに来た。うわシューシャンがリムロを落として、目の前はブユリルバーサスマウフィン。さあマウフィンこれはさすがにしんどいと。さあ下に行くが、さあ焚き火も焚けるが、さあもう目の前倒すしかないマウフィン。いやー惜しい。さあ一度戻って順位を稼ぎたい。さあもうローグラに行くしかない。できるだけ順位を稼ぎたい。いやでもポイントだいぶ稼いでるぞこのマッチ。さあ落として目の前 A2 ジェン。さあローグラの敵は惜しい倒す。さあそして上を取ってるのはシューシャンチーム。あるぞあるぞあるぞ。え、マジで、え、これあるよ。さあ、いやお互いゼロ。さあ健在ゼロの状態から健在増えた。さあ残り 2V2 違う 2V1。 さあ最後 A2 ジェンが逃げてるところ、シューシャンがレーザービームでそのままシューシャンビクトリーロイヤル。これ5位とか来てんじゃない、シュンシャン。ここのビクロイ熱っ。残り3試合ででしょ。めっちゃいいタイミングでビクロイしたなこれ。累計ポイントは、まあでもマフィンたちも食らいついてる。50ポイント差に縮めてる。そしてシュンシャンたちも200ポイント台にやっときた。だけどルナペポがもう300ポイントにいってる。意味不明。
1日目も2日目も1位なのやばい。どういうこと？だいぶ食らいついてるよこれ。まだマーフィンたちの目から闘志の光は消えていない。